回行った、その友達と。浅草に占いがあって、なんか仕事のことについて聞いた、恋愛についても聞いた。なんか相手ができたとしたら、私もメンヘラだし相手もメンヘラですって言われた。あなたもメンヘラだし相手もメンヘラだねって言われた。ああそうなんだってなった。私ってメンヘラだったんだって思った。地獄やろ。おもろかった。すごいノリノリ占い師さんでめちゃくちゃ面白かった。いつ頃から運気が上がるかとか、そういうのも見てもらった。いろいろなんか誕生日で調べてもらったりとかして、面白かった。うん、なんかタロットとさ、なんかダイスみたいな3つのダイスコロコロって振ってなんか見るんよな。なんかあのダイスは何なんだろうと思いながら見てた。ダイス振って見てさ、あーそうねー、何々って言ってるねみたいな、えそのダイスで何が分かるんだと思って見てた。かっこよくね。それチンチロじゃない、違うわ。チンチロって賭けのやつでしょ、違ったっけ。チンチロしてないわ。なんか3つぐらいね転がしてたね。班長じゃないね。